第二次世界大戦中にカーチスライト社がアメリカ海軍向けに開発していた環状戦闘機である。ジェットエンジンとレシプロエンジンの複合動力機であったが試作のみで開発中止となった。1944年にアメリカ海軍はカーチス社に対しジェットエンジンとレシプロエンジンとを組み合わせた複合動力搭載機の開発を指示した。 これは初期のジェットエンジンの燃費が悪くスロットル調整が難しいため着艦が困難という欠点を解決するために出力の高いジェットエンジンと燃費の良いレシプロエンジンと組み合わせたもので前年に同じ仕様でライアン車に対して XFR-1 が発注されていた XFR-1 が軽空母からの運用を考えていたのに対して本機は 正規空母を母艦とする戦闘機として開発された。このため機体は当時としては破格の大型であった。機種には 2100HP のレシプロエンジンを搭載し、ジェットエンジンはコクピット後方の胴体仮面に搭載された。ジェットエンジンのインテークは主翼付け根にあったが、排気口は主翼直後の胴体仮面に設け、この上から後部にかけて、 ブーム上の胴体と尾翼を設置した。着陸客の配置は前輪式で、主翼は折りたたみ式になっていた。1944年4月にカーチス社のモデル99案を採用し、XF15C-1 として試作機3機の製造契約を行った。試作1号機は1945年2月27日に初飛行を行ったが、この時は、 レシプロエンジンでの飛行であった。その後、ジェットエンジンとの併用テストを行っていた同年5月に、ジェットエンジンの不調から墜落してしまった。テストは、試作2号機、3号機で続けられることになったが、1号機のテストデータをもとに水平尾翼の位置が、垂直尾翼情報に移されるなどの回収が行われた。このため機体の引き渡しは、 第二次世界大戦終結後の1946年11月になってしまった。飛行テストの結果は良好で、レシプロエンジンとジェットエンジンを併用した時は時速 755km を記録した。また、航続距離も純粋なジェット機の FH の2倍近い性能を持っていた。しかし、飛行時の安定性が悪かったことと、 異なる2種類のエンジン装備による整備負担の増大が問題となり、何よりジェットエンジンの能力向上によって複合動力搭載の必要がなくなったため、1947年に計画はキャンセルされた。ありがとうございます。